はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。読み上がりの斉藤さん。いや、声を張っていきたいけども、もともと薄かった声がさらに薄くなっちゃった。というわけで、読み上がりだけど頑張っていきましょう。はい。今回の企画は、私、今まで割と、こう、落書きとか趣味で、ファッションも気にしながら書いてきてるのね。書いてくれてたね。そうでしょ、うん、まあ、ずっと昔から私のね、SNS とか見てくれてる人はわかると思うんだけど、割とこうずっとキャラクターだけじゃなくて、こう服も一緒に、その時の流行とかの服を一緒に。うん、そう、おしゃれなんだよね。おしゃれな服を書いて楽しいんだよね。やってきて、もうかれこれデビューして10年以上経ったわけよ。長いな。そう。なので今日はみんなでその歴史を振り返りたいと思います。じゃあそれ10年前のおしゃれも振り返れるってこと、イラストで。そう。そう。で、私がもう大体漫画家でデビューするぐらいの時からの、イラストで、ファッション系のイラスト今回ね、ピックアップして。森ガールとかが流行った時代から。あるから、森ガールの時代あるか、もっと前かもしれないけど。もっと前か。うん、で、大体、全部で150枚。すごいね。全部で150枚のイラスト集めましたので。楽しみ、楽しみ。ちょっと順番にみんなで見ていきましょう。じゃあ、それではやっていきますよ。レッツチケラ。一番最初のイラストからいきたいと思います。これね、いつのイラストかちょっとわかんないんだけど、うん、多分だけど、10月に描いたイラストなのよ。オクトーバーって書いてあるもんね。オクトーバーって書いてある。でもオクトーバー5だよ。何 ?5日。多分10月5日に描いたイラスト。多分ね、この次のイラストが、もうね、2010年のイラストなんだよ、4月。だから多分これね、2009年のね、10月のイラストだと思います。3年前ぐらい？わかんない。計算もできない。すごいね。これね、前ね、何がっていうか、一番最初に私が書いたね、これね。SSB のちかくんと、まこちゃんのモデルになった、これね、私を男化したキャラクターと斎藤を書いたってイラストなの。懐かしいね。うん、なの。そうなのよ。そういう話は普段当時二人で会ってしてたから。これ、いもこちゃんでしょ？そう、いもこっていうキャラクター。ね、懐かしいよね。じゃ、どうぞ行きます。はい。はい、こちら2010年の4月16日に、これね、SSB の趣味の連載を始めた時のイラスト。あ、もう始まってんのかな、これ。あのね、仕事としてじゃなくて、ホームページで趣味で書き始めた時の。懐かしいね。だと思うんだよね。これもう SSB ね、プロとして連載してる。ほう。これとか、あと、この辺。あ、これ、ダズリンのウェブ限定ノベルティって書いてあるから、ダズリンファッションの、ファッションブランドのダズリンのノベルティが私可愛くて書いたんだと思う。これは多分流行とかじゃなくて、ちょっとね、ちょっとパリコレ的なイメージ。そう。草原とかそっちのね。靴を描くのがね、この時ぐらいから好きだったんだよね。女の子の夢あるなあ、これ前のと一緒だ。多分ストライプが流行ってるわ。流行の大きめストライプが可愛いって書いてある。大きめストライプ流行ったんだ。で、ストライプのミニスカかワンピが欲しいなって書いてあるじゃん。あ、ほんと？これは別にキャラが言ってんじゃなくて、私の当時の気持ち。あれ、まだミニスカが履ける年だったから。これ多分夏だよね。新本といえばだよね。おしゃれなキャラと動物。そう、そう。アニマルシリーズでしょ？そうそう。この時ね、私動物好きで、とにかく動物と人間を一緒に描くのにハマってたのよ、すごく。しかもこの構成もおしゃれすぎ？そうね。だからトロピカルガール絶対夏のイラストだぞ。でもさ、でも待って、肩とか出てんのさ、今とさ、胸出てる、ここ出てる。時代が回っちゃってる。恐ろしくない恐ろしい。13年ぐらい経ったからな。そう、時代回っちゃったよ。これはなんだろう、夏のイラストだな、とにかく。ね、梅ちゃんとしたね。そうそう。かわいいな、しょうがない。これから秋だね。あ、ここからも秋。うん、秋になってる、これ。冬秋だと思う、秋冬。あ、まあ、色がね。多分、ヒョウ柄描いたりとか、チェック入ってくると、多分、大体秋冬。ここまた春にもうなってそう。ここ春になってると思う。こういうストライプ私が、ボーダーか、を描き始めると大体春だ。あ、そうなんだ。色がもう、ここからここだと春の色になってる。なるほどね。そうなんだよね。春夏だと思う、こっちは。春か。春服だね、これは。懐かしい。こういうね、ハイウエストタイトスカート流行ってたね。なんか見るにあと覚えてないけど、サスペンダーみたいなのがちょっと流行ったんだと思う。なんかしてるもん、これさっき前のでもさ。ああ、そうか。サスペンダー流行った。あったサスペンダーの時期。なんか、わかった。これは夏服だけど、上下のセットアップが結構流行った。ああ。セットアップ流行が多分来てる。なるほどね。うん。しかもこれ可愛いね。ちょっとこれはね、多分流行もあったけど、多分ルームウェア感もイメージして描いたんじゃないかなと思う。これはね、もうほんとシルフでね、連載をスタートした時のキャラクターのやつなんだけど。あ、そうなんだ。競馬を題材にしてるやつだったから。
競馬。すごいな。で、なんか実際はそのものでは書いてないけど、これ今多分プラダとかのバッグをイメージしてると思う。なるほどね。そうそうそう。実際にあるやっぱブランドのなんかデザインとかを割とこう入れてみたりみたいなのはあるよね。ここから秋だ。今度オータムって書いてある。2014年の。急に二人とも等身伸びて、もうモデルみたいになったね。あとね、なんかね、口紅にね、グリーンとか私これ入れてるんだよね。多分リアルには、さすがにグリーンの口紅は流行ってなかったと思うんだけど、ちょっと、なんかね、ジョジョとかそういう感じの、なんか ね、イラストならありじゃないかなと思ったよね。これ絵としてすごいオシャレだね。あー、懐かしい。これはまた夏っぽくなってきてるのかな、んだろう。これね、うん、私がすごい好きだったイラストで、うん、エジプト柄って思ってた。なんかもうインカ帝国とかさ。そうそうそう。え、これ、何これは素材であったの？素材。私なんかね、これ世界の柄素材みたいなやつ。雑誌で CD ロムが付属で付いてるやつがあって、なんかそれに入ってるこの柄が私サイトっぽすぎて、そう好きで使いたくて使ったの。私これ着させてもらった時すごい嬉しかったもん。でさ、みんなこういう柄をイラストの時どこに落とし込んでいいか分かんないって人多分いると思うんだけど、うんうん、服の柄全面とかに落とし込むと多分すごい使いづらい。ひどいよね。そう、でもね、こう、真央くんのこれポッケだけに入れてみるとか、なんかそういうちょっとバッグだけ入れてみるは割と使いやすい。なるほどね。うん。これも秋だな、絶対に。秋。この色味で秋って分かるね。この今年のこの秋は、チェックが通常流行るの、ストライプが流行った。多分ここでね、なんとなく私の記憶ではね、一回私産休を挟んで復帰してからね、だから線がちょっと変わったんだよね、ここから。どうでもいいプチ情報なんだけど。そうそう。どんどん行こう。これ春だね。元気だなぁ。ちょっとね、アメリカンのイメージ。これも絶対春だね。これね、大きなギンガムチェックが流行ってたんだよね。これ可愛いね。夏はね、ちょっとこういう大きな柄だったんです。何よりもね、シルバー素材がこの夏流行ったの。だからね、これ手持ちのバッグも靴もね、シルバーなんだよね。これシルバーなんだ。ちょっと分かりづらいけど、クラッチバッグが流行ってたの。これも夏だろうなぁ、きっと。これも夏。このね、ハットがめっちゃ流行ってた。え、これ男性向けで？男性も女性も、この黒い女優帽みたいな長めのハットがほんとしばらくずっと流行ってた。あ、そうなんだ。うん。そうだね。これが男性だね。めっちゃすごい。男のロン毛ってかっこいいな。やっぱとにかくずっと入ってこの、ね、ハンドバッグみたいな。これまこちゃんのお誕生日が6月14日なんですけど、流行とかじゃなくて、ウェディングのイメージで書いた6月だから。ジュンブライドだからか。そうそう、ウェディングのイメージでちょっと書いた。後ろに可愛いな。これ夏だね。もうこのね、漢字で覚えてる。このフリンジみたいなの流行ってた。夏は。で、ちょっとカーキっぽい、サファリみたいなのが流行り始めた。よく覚えてんね。これも夏だね。まだストライプが流行ってるんだ。そう、パジャマシャツが流行ってたの。流行ったね、流行った。これパジャマシャツだ。なんか着てたわ、みんな。そう、パジャマシャツ流行ってた。ちょっと憧れた。あ、これ秋。もうね、だから夏から秋にかけて、とにかくこういう柄。うん。こういう柄が本当に流行ったの。なんか昔のアメリカンみたいなやつね。そう、これね、覚えてる。モンスターって書いてあるんです、服のとこに。これね、フェンディってブランドがモンスターコレクションみたいなのを出したのよ。フェンディって結構ハイブランドな、ブランドなんだけど、こう、ファーで、顔がこう、目玉とかがついてるバッグだったと思うんだけど、が人気で流行ってて、ファーが流行ってた、プラスそのモンスターアイテムがフェンディで流行ってたから、そういうのをイメージしてこういうのを自分で描いた。あ、そうなんだ。そうそう。ロゴとかもファッション出してあげると統一感イラストに出ると思う。いや、もう難しすぎでしょ。これからやっぱロゴとかも統一感出してるから可愛いんだと思う。あ、これはね、秋だ、ヴィンテージっぽいやつだ、きっと。あ、なんかこういうカーディガン流行ってたね。そう、こういう柄のカーディガン。ロングダウンみたいなね。そう。あ、この辺多分同じだ、みんな。秋の感じだね。おしゃれだね。靴下もおしゃれだね。ガラクタ下はちら見せがちょっと流行ってたんじゃないかな。いや、もうね、私はよくわかる男の子のファッション説、1ミリもないかわかるけど、これ何度靴下入れたらおしゃれに見えるのかわからん。なんかあとこういうチェーンみたいなの流行ってたんだと思う。首に長い。これイケメンしか似合わないだろな。この辺はね、この辺もだからまだあの柄が結構流行ってて、はいはい、モノトーンになんか上下デニム合わすいい女みたいなのが描きたかったと思う。あ、これニットだ。もうやっぱ冬になってきたんだと思う。だからニットが流行してて、なんかその時の流行のなんかニットデザインを自分で描いたんだと思う。そしてこのダテメガネ、丸メガネが流行ってきたのね。流行ってきたの。そう。ダテメガネ時代、そうなのよ。みんながダテメガネをするっていう時代。冬だな。きっと冬、色味が冬。そうなんだ。冬のなんか可愛いさみたいな感じで描いたんだと思う。あ、ギャグだな。あ、これ辺はね、季節あんま関係なく、ここら辺はちょっと甘めのね、フリルみたいなイラストが私が描きたかったんだと思う。この辺覚えてるよ、懐かしい、うんうん。なんかこれも可愛いルームウェアみたいなイメージで、この二人を描いたんだと思う。これなんて描いてあるんだ。これね、こっちが愛してるって書いてあってね、こっちが愛してよって書いてある。日本語？カタカナで、愛してよって書いてある。カタカナで、こっちが愛してるに。よくこんな言葉で思い浮かぶね、構図としてね。うん。
そうそう、なんかこれもなんかデザインとして考えたよね。なんかキャラ的に、この言葉はキャラ的にそういう風にした。こっちが愛してようにして、こっちが愛してるにしたな。キャラ的にみたいなのもあったかな。いや、かわいいわな、うん。そうだね。ここら辺チェック、また秋とか冬だな。あ、この辺から春な、フォーエバーがまた上陸するらしいサイト。そう、フォーエバーがなんか今日朝エース君がそれ私にニュースを教えてくれたんだけど、フォーエバー、一回日本から撤退したけど、また日本に上陸するらしい。本当っていう、なんかまさかの旬でフォーエバーで、自分がその時買ったものをたまには服、キャノンに着せようと思って買ってた。あ、そうなんだ。え、これ写真も買った服？私が買った服、両方はデニム、ワンピ2点、両方3000円以下って書いてある。これ楽しいね。うん、シモトが買ったやつイラストしてくるの楽しいよ。うん。あ、ここからまた、なんだ、これ春なのかな秋なのかなちょっとわかんないな。あ、でもこのスカーフ、ね。わかる？そう、この柄、この柄が流行ったの。このスカーフさ、巻きつけてる。そうなの、そうなの、このスカーフは流行ってたの。あ、これはね、なんか流行というより、なんか私がね、ちょっと可愛く描きたかったんだと思うんだよね。まこちゃん、ちょっとボブにして。そうそうそう、ボブのまこちゃんを描きたかった。珍しいの。あ、これもうね、あれだ。あの、ハッピーニューイヤーのイラスト、私これ。春年だったの、この年。え、だからほら、モンキーって書いてある。だからこれ、ワオキツネザル。はいはい、はい。ザルザル。うん。すごいな。だからみんなにこうやって年賀状として SNS にあげたいやつと。これなんだろう、なんかポキンクのモコモコで、トイプードルとなんか合わせたんだけど。かわいいな。これ春だろうな、絶対色味がね。スカジャンとかね。うん、多分そう、スカジャン。そう。スカジャンが流行ってたり。そしてスニーカーがめちゃくちゃ来てる時代です、これ。厚底がそろそろ流行るかな。そうだね。こういう柄が流行っての時代だね。そうだね、そういう感じだね。かっこいいね、上手、うん、これ。あ、肩が、オフショルが流行ったんだ。オフショルだ。すごいオフショルが流行ったんだと思う。下着どうすればいい事件でしょ、女子の中ではね。あとね、髪型も多分この時はこう若干重めのこういうのが流行ったん、はいはい、だから耳とか二人とも隠してこういう感じになってるんだと思う。そっか。しかもメイクと髪型もしっかり流行り取り入れてくるもんね。なるべく入れるように、ほらキャラだから思いっきり髪型は変わんないんだけど、極力髪型のなんか流し方とかは入れるようにはしてる。楽しいなこのイラスト。ああ、これ、こういうヴィンテージの花柄がとにかく流行ったの。流行った。あと、この編み編みの靴。そう、そう。でもね、もう靴下を合わすのはなくなったの、この辺からは。素足的な。素足、ね、靴下にパンプスっていうのがすごい流行ってたんだけど、うん、なんかこう、ショート靴下をもう脱ぎ始めたんだろうね、きっとね。なるほどね。うん、そうだね。こう、スカちゃんですね。とにかくスカちゃんブームの時だね。そうだな。うんうん。こんな感じ。懐かしいね。ああ、これ私も結構好き。この辺は何だろうな。もう流行り足りないデザインだ。そうだな。なんかデニム？デニムはでも私ね、多分ずーっと好きで、あの、多分いろんなファッションに多分ずーっとデニムは取り入れてきてるんだと思うんですけど、うんうんうん、あんま流行がないんだよ、デニムって。なんかね、だから、対になってるやつだと思う。可愛いね。やっぱ対にすると可愛いな。なんか人気投票だったから、何かで近くだけが抜けて、3人のイラストになっちゃった。あ、そうなんだ。これとかはね、なんかすんごい似てるような服が。あ、あったんだ。ザヤカ H&M で。あったの。で、やっぱりね、まこちゃんの誕生日は6月で、花嫁のイメージ。どうしても6月だから、白になっちゃう。白とブルーみたいなイメージになっちゃうよ。でも爽やかで可愛いね。うん、初めて。これ夏、今年の、この夏はもう明確に見て、サファリって言葉がめちゃくちゃ流行った。あ、サファリなんだ。うん。サファリブームだった。だからちょっとアニマル柄に、茶色い土っぽい色合わす、みたいのが流行ってた。はいはいはい。可愛いね、そのイラストね。うん。そうだね。これはなんだろう、普通になんかあんまり私の趣味で描いたんじゃないかな。この辺も夏かな。かっこいいね。なんていうの、メンズのズボンでここに細い紐みたいのを入れて、はいはいはい、ここでシュッて結ぶみたいのがこの当時流行ってた、流行ってたの。え、かっこよかったもん。そうそうだよね。でもやっぱ痩せてる人が言うと着るとかっこいいんだよね。そう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 。で、こう上の服を持たんみたいな。うん、そうそう。もうこの辺からね、ちょっと流行変わっていくの。何かってスポーツミックスがめちゃくちゃ流行ってる。はい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 、はい、あのストリートのスポーツブランドミックスみたいのがめちゃくちゃ。ステューシーの時代に入ってくる。そうそうそう、ステューシーの時代に入ってくる。ステューシーみたいな時代になってくるの。そうそうそう。だからこれももうナイキとか言ってマイキって書いてあるけど、ごめん。そうそう、そんな感じで。スポさんとかね。そう、スポさんとかも本当そう。一世を風靡したもんな。ウエストポーチとか、はい、そういう時代になってくる。そう、まあ、もうめっちゃそんな感じになってくる。ほんとだ、うん、超急にスポーティーミックスだな。シュプリームであろう T シャツ。ほんとだほんとだ。そんな感じ、そう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 。もうほんとほら、どんどんずっとそういう感じだね。ちょっとまこちゃんこれなんか腹筋割れ強そうだったな。そうだね、これは起伏だね、2016年に始まった。あ、けどほら、短いダウンジャケット流行ってきたんじゃない？そう、あとね、肩を落とすが流行ってきたの。あ、そうか。肩落とし。肩落としね。シャツとかも服を落とす。首の襟を抜くみたいなね。そうそうそう、流行ってきた、流行ってきた。懐かしいな。ちょっとこうやっぱスポーティーな雰囲気。うん。多分ちょっと元気な感じができたね。そう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 。あ、
あ、だスポーティーな雰囲気とこのサファリっぽい雰囲気が混同してるんだと思う、ね、でも可愛いねそれね。そうだな、ほんとそんな感じだな見てると。でもやっぱさ、ブルミンスカジャンってくるんだ。そうね、うん、今年また結構スカジャンみたいなの、うん、流行ってる、ね、そう流行ってるから。そうなんだよね、こう潜りるとなんかこうちょっと色味もこういう感じが流行ってたのと。あとこれ部分的にファーをつけるが流行ってたの。買った買った買った部分ファーね。なんか部分ファーなんかこの時期でも部分ファーばっか売ってたんだよね。そうなのそうなの、今見たらここになんでファーって思うけど、流行ってた流行ってたんよ、うん。ここから先輩今から送りますよ、連載が始まったんだ。しから小春のイラストが増える。してた、このジップね、このなんか丸いジップが、そう一時期流行ってたね、うん、流行ってたんだよ。これは普通に丸岡くんの、ね、丸岡くんのさっぱりしてる。やっぱジップだ、やっぱジップなんだ、ジップなんだよ、うん、この時代はね、うん、そうだ。あ、これは覚えてる。これの上着は確かねポールスミスか何かの、あ、そうなんだ、メンズのジャケットがすんごいねドットで可愛くていいなと思ってなんか見て書いたの覚えてる。いやもう3次元でドット着こなせる男性ってやばいよね、うん。あ、これとか本当スミレちゃんも入ってるなっていう感じのイラストが。これなんか多分その時代のおしゃれふんだんに入れたんだろうな。多分そうだと思う。真ん中のチコちゃんが甘め、横の小春がカジュアルめっていうのが、スミレはいつもジャージ着てるっていうのがあったけど、なんかでもジャージの入れ方で少し甘めみたいな感じだった。おさこのさ結び方よ、パーカーを。あ、ここでしょ、始まったんだよね、この結びがね。こんなの私の人生ここまでなかったよ、わかる？わかるわかる、うん、私、初めて結んでみたときに合ってんのかな、これって。わかる、お弁当みたいな気持ちになって。わかる。街歩くじゃん、5分ぐらいして外し始めた。いや、それメンタル弱すぎるよ。不安になってきて、これじゃないでしょ、みたいな。でも若者の男女みんなこれしてた。これまこちゃんだな。近く春だな、色味的な。これはね、なんかファンレターのお礼に書いた手紙のイラストだと思うんだよね。これ可愛い感じ、ね、ピンクで全体を揃えた。あ、これはね、こう画像上げた時にも言われたけど、多分ね、ペコちゃんとかね、リューチェルとかがこうすごく出てきた時代で、なんかペコちゃんっぽいと言われたりする。ペコちゃんっぽいよね。でもね、そういう時代で、70年代とか古いアメリカファッションみたいな。そうそう、だからそういう感じのカップイラストを描いたんだと思うんだよね。そうだね、ファーだね。あれはまだこのジップ、そう、ジップがスカートに移動してきてるよ。そう、あれだジップスカート、そう、なんかこんなとこにジップと思って、そこら辺はフラミンゴ柄とかが流行ってたよ。流行ってたのかな、でもなんか流行ったんだと思うんだよね。またサファリ、うん、サファリっていうか夏だとやっぱこういう感じで。あとサメリュックサメリュック何これ、サメリュック売ってたよ、サメリュック。なんか原宿とかで背負ってる人はいる感じだったけど、あ、でもなんかそういう時がこの辺からちょっと流行り始めてきてるんだと思うんだよね。あ、これはもうちょっとね、チャイナブームっていうか、なんかチャイナ服がちょっと流行してたよ。うん、あのブーム好きだった。わかるわかるわかる。そうそう。だからチャイナブームで、あ、まだやってるね。結んでる結んでる。2017年まだ結んでる。結んでる結んでる。あ、背中開きが流行ってる。あ、背中開き。わかる？背中から開いてるっていう、背中がばっくり。今も結構ね。今も続いてるよね。でもこの時も背中開きが流行った。もうラインスカートとか、何ズボンみたいな、ジャージみたいなのが流行ってたの。芸能人みんな着てたよね。そうジャージだよね、今思えば。ジャージだね。流行ってたの、すごく。何なんだろうと思って。そうだね、これ春だな、きっと。このなんかロングガウンで、レースとか、そういうのが。すごい透けてるの流行ったよね、一回ね。そう、でもこれその時代、ね、完全にこの時代。これ描くの大変。あとちょっとね、パイソン柄が来てるもんですよ。あのヘビ柄みたいな柄。完全にさ、あいつじゃん。これはね、メロディ先輩。モデルになったのは、そう、メロディ、うん、そう、メンディさん、そう、メンディさん。あの、三代目 JSON ブラザーズがやっぱ流行って、そう。これとかも当時の春服だと思うな。これもまだ LINE のスカートに、なんだかきっと破けたジージャンみたいなの流行ってたんだと思うよ。なるほどね。あ、もうこの時は、もう完全 T シャツが、リンガーシャツとかが流行り始めてて、あの、シュプリームのボックスティーから離れて、今度ね、ちょっとレトロな、わかる？両方ともリンガーっぽいようなデザインになってんじゃん、袖が。変わんだ。T シャツは時代で変わんだ。なんかこう、袖だけ色が違うみたいな、多分ちょっとこの春流行ってたんじゃないかな。はいはいはい、これはでもね、猫の日かなんかにイラスト描いたんだと思う。だからあえて二人とも猫風の服で髪型も猫にしたんだと思う。かわいいね。あ、これはもう完全にこれね、マーク・ジェイコブの T シャツが同じようなのがあって、先輩マーク・ジェイコブ似合うな。そうそう、やったんだから、マーク・ジェイコブでなってるの。これもなんか実際に結構あった。これスカートにさ、そう、わかる？重ねてくるやつでしょ？そう。なんていうの？チュール？チュール？そう、チュールを重ねて、すごく。で、刺繍もちょっと入ってるの、こういう。はいはいはい。うん、流行ってたんだよね。いまだにパーカーを結んでる。うん、いや、かわいいわ。そうだね。やっぱイラストっていいね。これ自分着ても似合うな、ね、こういうの。あ、こっから夏だね。ま
まだやっぱだから袖が、あの、こういう色が袖だけ違うリンガーシャツみたいなのが流行ってて。こういう色ミラーシャツ流行ってた。そうそう。あとね、スケルトンブーム多分来る。スケルトンブームね。スケルトンブームが多分、あ、スケルトンブームがもう完全に来てる。スケルトンがね。うん。あとこのベルトも流行ったの、一回。一回来たね、来たね。そうそうそう。これね、私が小学校の時も一回流行って。あの、小学校でもみんな。小学校時代これ喋ってみんなしてたよ、ね。してた、してた。うん。中高生でもあの、スカートタクシー上げるために中にこれ。みんな隠してこれ仕込んでたよね。見せるものではなかったから。これのいいところはベルトの穴がないから、こうどのサイズにも状態が効くの。あ、これ水着じゃない。なんかこういうワンピ。とにかくもう違う店かも。そう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 。こうだね。夏だね。このチコちゃんも昔、ね、このプラバンのやつ、ね。わかる？プラバンで中に花がこう閉じ込めてあるようなピアス。うん、流行った。あとこうちょっと編み上げとか、なんかこういう。はいはいはい、そうそう。あ、そうだね。この辺はもうでもオール白コーデみたいに赤を差し色にするみたいなのが。なるほどね。そうそうそう。で、袖もっぱりみたいな。そう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 。いや、そうだね。これネオン柄が流行ったの。流行った時期あったっけ？そう、ネオン柄流行った時期あるよ、ネオンっていう。本当だよ、ネオンっていうのが流行った時代あるよ。これもだからなんかすごい雑誌で、こういう柄のシャツとかズボンが売ってて、私なんか頑張って自分で作った覚えてるもん、この素材を。これまた動物だね、猿シリーズ。でも完全猿キングだね。来た。ポンプフューリーがめっちゃ流行った。ポンプフューリー来た来た。めっちゃ流行ったよ、ポンプフューリー。この猿が、ま、近くのさ、股に手突っ込んでる地味に気になるな。違う違う。これはテナ、黒テナガ猿だ。黒テナガ猿。これ黒テナガとか手でめっちゃ長いよ、黒テナガ猿。関係ないけど、私は動物めっちゃ好きだからさ。これ黒手長猿はめっちゃ怖がるよ、手が。構図がね、思わずね、あれ近くの真下に行ってんな、みたいな。あったあった、こういう服。あったねー。あったあったあった。あ、さ、こっから秋服だ。この色がもう秋服になったから。シャツとファンになったから、うん。そう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 。あ、これ完全に秋冬だと思う。おじジャケットみたいな、その当時は、おじなんとかって言って、おじさんみたいなね、おじなんとかみたいなのが書いてあった。おじジャケットで、しかもこのセットアップで、でも肌見せをしてっていう。全然女の子が着るからおじさんじゃないんだけど、なんかおじさんが着てるジャケットみたいな扱いを受けてたの、その当時。これ可愛いよね。うん、またポンプフューリーだ。だからやっぱ甘くしてちょっと外すんだね。そう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 。そうだね。まだラインの服も着てるわ。でもさ、フレアになってきて、こう、裾がやっぱこう、ハイウエストとか。そうだね。そうだね。裾広がりだね。うん、これとか、だからこのラインのセーターみたいのが流行り始めて。なんていうか、学校のスクールセーターみたいな。しかもさ、ぶっといんだね。ぶっとい、ぶっとい。うん。あ、これクリスマスの頃のキャストだ。あ、可愛いね。やっぱだからスタジオじゃん。うん。これは、こういうのが流行ってたの。エレンでしょ。え、進撃の巨人でしょ。立体機動装置。だってこのブーツもそうでしょ。立体機動装置に見えるけど、血がハーネスだから、流行ってるよ、これが。なんで、下まで繋がってないの？ここで終わってんの？だから、なんだかちょっと私もよく、未だにでもあるよ、これ、このファッションで。あ、これはね、もうダウンがね。この子かっこよくない？この辺からダウンがまた来てるんだよ。あ、これなんだろう。バズ、バズ。これ多分、牛なの。違うの。これね、バズ来てるけど、あれ、あの、牛年なの。年賀状のクラスと牛年なの、これ。だから、牛乳パックのズボン、あの、カバンとかつけてんの。かわいいね。この髪型も一時期ちょっと派手なの。この辺ちょっと春向けになってくるのかな。そうだね。北欧の、なんて言えば花柄みたいなのがちょっと、そう、柄みたいなのが着てたんじゃないか。かわいいね。あ、ちょっとここフリンジとか、こういう色味がちょっと流行ってたんじゃない。これでもそう、書き込みしっかりしてんね。すごいかわいいね。うんうん、この懐かしなんか色ついてるさ。このフリンジがかわいいんだ。このカラフルなフリンジが。いや、この下もかわいいしね。そうだね。あ、そういう感じの多分流行なんだと思う。これやっぱこう。うん。あ、ここまたちょっとスポーティーな感じになってくるね。あ、もうまだウエストポーチしとる。このデ、こういう感じのデザインのウエストポーチね、なんかめっちゃ流行ったよ。すごい。あ、これはね、私がね、なんかね、妖怪とかお化けを自分でファッションなんかブランドも作ったら、みたいな感じでやったやつで、これ招き猫の化け猫みたいなキャラクターが、やったらみたいな感じで、だからちょっとそういうデザインの服になってる。ピョンっていうブランドで、あ、なに、キョンシーの服のブランドがあった、みたいな感じで、なんかちょっと中華っぽい感じで、でも可愛いね。キョンシーっぽい感じの、帽子の裏側に、あれが札が貼ってあるとか、はいはい、お札をなんかところどころにイメージして、みたいな感じでデザインしてる。ファッション楽しんでるな。これ、ね、井戸っていう日本のあの、貞子がもともとベースになってる。やばいやつじゃん。井戸っていうブランドで、でこれでも、このね、当時ね、こういうのがね、ここにバーってプリントされてるのが流行ってた。あ、なんかあったあった、うん、あった。これがね、ヴァンパイアをイメージしたノーサンっていうブランドのイメージ。こんな作ってたのブランドが。私今その事実に、シモン何やってんだよってことにびっくりしたよ。これもうね、ノーサンはね、基本ブラックブランドだよ。黒で全部作るって。よく見てしてほしいのが、これなんかマリリン・モンロー的女性の服のね、首のところにちゃんと髪傷がある。あ、髪傷なんだ。よくない？ターゲットって書いてある、これ。
わかる。で、女性ほら、かん、ヴァンパイアみたいなイメージで。ほんと無駄なとこ、ヴァンパイアだ。あ、じゃあ、これ超頑張って作る。これはまだ、なんかね、だからまだネオン柄みたいなの流行ってたと、これきっと。色味がそうだから。あ、まだロング2杯ブーツも流行って。あ、もうこれめちゃくちゃグッチが流行った時代だ。これグッチのこれ？そう、グッチのこれめっちゃ流行ったの。みんななんかウエストにグッチのこれ。なんかあったね。そう、グッチがとにかく、あの、この緑と赤のベルトの部分と、このグッチのアナグラムみたいのが、すごい流行ったの。これはふわふわのやつがまだ未だに、あの、ふわふわの流行ってた。かわいい感じ。しかし、どの時代もこれは流行ってた、ね。なんかめっちゃ透けてるスカートみたいな。なんていうか、はいはいはい、わかるわかる、うん。あ、これは何だろう、秋冬なのかな、きっと絶対秋冬の服だよね。文学少女っぽい。そうそうそう、そんな雰囲気で描いたんだ。また雰囲気がまたね。そうそうそう。あ、これはなんかドットのこういう、だから、ひらひらが大量にこうレースで重なっているスカート。あー。シースルーの感じの。これめっちゃ可愛いな。マーチみたいな締めてくるの可愛い。そうそうそう、可愛いか。これパタゴニアが死ぬほど流行ってた。あー。あの、このサンダルね、めっちゃ流行ったんだよね。いや、全員してたね。あとこのパタゴニアどこ行ったの？そうでしょ、そうでしょ。おじさんもしてた。すごいね、これ。流行った。よく見たか、これ。よく見たか、私の場合手書きの多分文字だ。あ、ほんとだ、ほんとだ。そうです。でもうまいわ。これもナイキのスポーツの、あの、実際に似たようなのがある。でさ、この時代さ、スキニー流行るんだよね。そう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 。男の子のね。そう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 。そうなんだよね。ああ、なんかこういうなんか一部ライン、ね、やっぱちょっとスポーツみたいなのが。あと私も好きだったんだよね。やっぱスポーティーな男子が。はいはいはい。うん、あ、これカッパだね。これカッパのこのデザインがバーって入ってる。うん。これはまた秋冬になってくるのかな。なんかでもまだルーズに着てるわ、結構。さ、今見てもなんだかんだどの時代でも流行ったもの、今見ても可愛いわ。あと違う、思い出した。この髪型がちょっと入り始めたの。なんか結んでポワン、結んでポワンみたいな。玉ねぎでしょ、玉ねぎみたいなでしょ。そう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 。ワッフル素材のなんかセーターみたいな。これワッフルか。そうなの、そうなの。ワッフル流行ったな、うん。あとちょっとね、これが結構ね、ワイドめのズボンも流行ってる。ごっつり、がっつりワイドみたいな。めっちゃワイドみたいな。これ、あ、タイダイ柄だね。そうそうそう。流行った。流行った。タイダイ柄。中のこのタートルチラ見せがまた流行ってくるんだよね。そうそうそう。おしゃれだね。タイダイ柄流行ったんよ。これとかも、これ SU とかね、GU をイメージして、これね、インスタとかにアップすると、こういうふうにみんなロゴが付けられたりするから、だからそれをイメージして私描いたの。もうさ、おしゃれなもの全部試してない？まあ、そうだね。この辺もロングだね。とにかくロング丈。あ、ロング丈。あ、で、これはチコちゃんだ。そうそう、ここ背中のここチラ見せ、これは。かわいいな、チコちゃん。あ、これもなんかこう、ファッション誌見て描いた服だな。すごいな。そうだね。これとかもう YouTube のキャラだね。これはね、なんで入れたかっていうとね、バックプリントがこの辺からめっちゃ流行ったの。あ、そう。T シャツのバックプリントがめちゃくちゃ流行った。そうか、前からアルバムみたいな、うん、結構最近だ。ここ割と最近だ。そうそう。そうだね。これとか、これは斎藤だから、これ。で、ラメが流行った。わかる？ラメ流行。すんごい目のメイクラメ。で、さらにバックプリント。あなたこんな見えないとこまでラメ入れてたの。いや、もうラメが流行ったよ、ここら辺からすんごく。ね、で、あのさ、だんだん気づいてくるけど、前髪がめっちゃ疲れてくる。わかる？あー、わかるわかる。うん、そう、あ、これもう YouTube の企画で書いた本当に GU の服。これ S 君が選んだ服。あ、そうだね。で、こっちがあの斎藤が選んだ服で書いたやつ。そうだね。あ、これも流行、襟スウェット。あのね、付け襟が流行っててめちゃくちゃ。これスウェット襟？襟はスウェットについてんじゃないですか。付け襟？はいはいはい。みんな付け襟を自分で、で、めっちゃでかいよ。これさ、街中で会った時に何が起きたのかと思った。みんなそれでお人形になりたかったのかと思って。そうね、ほんと。でね、前髪をこうね、まっきっちり分けてピチッと止めるみたいなのとかも結構流行ってきて。なるほどね。か、じゃあ、ドーリーだよね。そう、そうそうそう。これシアーターとです。ほら、シアー。あ、シアーね、シアー生地ね。そうそう。ほぼ透けて、今でも流行ってる、これは。可愛いよね。可愛いな。ボアハット。あ、これはこの時の流行。わかる？ボアのこういうハット。売ってた売ってた。とにかくなんかスポーティーにヘルシーにもう体の露出をしてくるがもうほんと流行ってきてて、今でも続いてるけど、うん、これもあの企画、動画の企画で撮ったやつ。これ GU でのカップルコーデ、ね、そうそう。でもバックプリントなんだよね。あ、これは割と最近だよ、もう今年の春ぐらいの。こういう女の子よく見るね。あ、そうなのよ。みんなちょっとへそ出してんだよね、うん、そう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 。あとこのちょっと前髪ピッチリ分けみたいな、はいはいはい、そうそうそう。これは完全にさ、あの、我々の担当の M さんよ。M さんをモデルになってる、これ。別にそのままで書いてないんだけど、めっちゃ似てるでしょ。これも今年の流行。これカルバンクラインの多分パンツなんだけど、あの、クロエも流行ってた、同じように。あ、わかるわかる、売ってたね。そうそう。で、あとはな、とにかくこう、紐が。これさ、この紐何なんだろう。でもね、韓国のアイドルの子たちのダンス動画とか見てるとみんなこんな感じ。うん。これ超最近。かわいいね。これも今年の冬。秋冬。あ、これツイッターで見たやつだ。今年の秋冬のデザインで、今年スタジャン。
こういうねロゴが流行るみたい、こうガッツリロゴみたいな。あ、そうなんだ。でロゴが一個バンってあるみたいな。あ、これも今年。これ今流行り？流行りっていうかね、夏、今年の夏ぐらいに、夏？ワンピースが着てる上から一枚さらにこうボレロみたいなの着てますみたいなデザインが割と各メーカーから。なんか売ってて、うん、ちょっと試着してみちゃったものの、ちょっともう若すぎるかって思って。マジで？ここがだからここが三角形に開くみたいなデザインは未だに冬でも出てる、今年の冬で。で、これ一番最後に出すと、今年のまた、これも流行。なんかね、今私もまさしくこれ着てるよ。なんかこの腕が張ってるの、なんて言えばいい、うん、独特な生地流行ったよね。ここで見せたいのはね、ここに部分とか、ここの部分になんか、はいはい、あとこことかわかる？わかる。ヒニューヒニューしてる感じでしょ。そう、それがとにかく流行ってる。プラス、このイラスト言いたいのは、これよ、これ。アームカバーが死ぬほど流行ってる、マジで。いや、これ確かに流行ってるね。しかもかわいいな。うん、という感じで150枚ね、今まで本当ね、10年以上の歴史を振り返りながら見てみました。まあファッションをよかったらみんなイラスト描くときに取り込んでみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と、アシスタントの斉藤でした。バイバーイ。